大和高田市立高田商業高等学校は奈良県大和高田市在目町に所在する市立の商業高等学校。略称は高賞、師匠など。1954年に同志本町三丁目にて大和高田市立商業高等学校が開校し、1958年に現在の公明に改称し、現在地に移転。ソフトテニスが 男女とも全国屈指の競合である。特に男子は、1970年のインターハイ男子団体初優勝以来、1986年にはインターハイ男子団体3連覇を達成するなど、好成績を収め続け、2001年のインターハイにて12回目の男子団体優勝を飾った。卒業生からも日本代表を輩出。また、日本一を決める大会である。 天皇杯、皇后杯全日本ソフトテニス選手権のタイトル保持者も数多い。野球部も1962年の第34回選抜高等学校野球大会初出場以来、夏の甲子園は1963年の第45回大会に一度出場している。選抜は1994年の第66回大会以来出場はなかったが、 2017年の第89回大会に23年ぶり3回目の出場を決めた。近年では56年ぶり夏の甲子園進出を目指した2019年第101回大会とその年の選抜でベスト4に進出した天理を準決勝で逆転サヨナラ勝ちした2021年第103回大会に奈良大会決勝まで進出するもいずれも 智弁学園に敗れ準優勝に終わっている。著名な出身者に元横浜 DNA ベイス,スターズの三浦大介がいる。弓道部も2012年のインターハイで男子団体が優勝した。その他の部活動も例年多くのクラブが全国大会、近畿大会などへ出場しており非常に活発である。ありがとうございます。